when you're making a TV series about something like 009, you've got obviously a lot more time to really develop the characters, and obviously there's the 9 cyborgs. But for the film, where you've got a more limited amount of time, obviously in this case you chose to concentrate more on Joe and Jet as the kind of the two characters that you really kind of led with. Can you just tell us a little bit about sort of how you came to that decision and what drove that for you? どのキャラクターもすごく魅力があるんだけれども、まず主人公である、ね、島村ジョーというキャラクター、まあ、彼が日本人という設定なので、その日本人である島村ジョーと、ね、対峙していく、新しい敵ではなくてね、00ナンバーの中で彼と対峙して物語を作っていくときに、その今の日本の情勢っていうのは、そのアメリカっていう国がの影響をすごく受けてる。なので、主人公の島村ジョーに対してアメリカ出身の、ジェットリンクっていうキャラクターを描くことで、今の日本とアメリカの関係だったりとか、世界を取り巻いている状況っていうのをこの2人を中心に描くことで、現実に起きていることとアニメの中で起きているストーリーっていうのをこう理解しやすくすることができるんじゃないかなと思って、今回は日本人であるジョーとね、アメリカ人であるジェットリンクという2人をまず中心に描こうと。Now there's been a little bit of time since the Japanese release, and I know you've still got the DVD to come out in Japan, but I guess you can take it a little bit easier now than you have in that kind of period leading up to the release. And I just wonder whether you've had a chance to think about whether you'd like to revisit the world again of 009. さっきもちょっと言ったんだけれども、009という作品は石ノ森先生が完結しないまま終わってしまった作品なんですね。で、あまりにも有名なタイトルだから、先生が亡くなった後っていうのは新しく作られていなかったんですね。それはやっぱりその完結させていないっていうことがすごく大きくて、誰かがね、一度その先生が書きかけたテーマを終わらせることで、再び009っていうタイトルをね、作り続けていくことができるんじゃないかなと思って、まあ、今回の映画を僕は作って、一度それをまあ神との、ね、神と人類との戦いっていうテーマに一つ、完結させることができたと思うので、ここから先、例えば僕以外のね監督がこの作品を作ってもいいと思うし、僕の中にもこのあとね、ようやくこのあと再スタートできるように僕はなったと思っているので、もし機会があれば再びこの作品の、ね、世界に挑戦してみたいなという思いはあります。